ク名ナ市立図書館は、三重県ク名ナ市が設置する、公立図書館。ク名ナ市立中央図書館、ふるさと多度文学館、長島和住図書館の3館で構成され、中央図書館は PFI を導入して民間が運営し、ふるさと多度文学館と長島和住図書館は、ク名ナ市が直接運営する。利用実績は、人口規模が同程度の都市の中で上位に相当し、 三重県内では、四日市市立図書館に次いで、貸し出し冊数が多い。桑名市は2004年12月6日に、旧桑名市、桑名郡田土町、長島町が合併して発足し、即日市長職務執行者による、専決処分により、桑名市立図書館条例が制定され、同月の桑名市議会で、専決処分案件がすべて承認された。これにより、 旧桑名市が設置した桑名市立中央図書館と、田土町が設置した田土町立図書館が、新しい桑名市に引き継がれ、桑名市立図書館となった。このうち桑名市立中央図書館は2004年10月に PFI を導入して建設され、運営は PFI の契約により、桑名メディアライブ株式会社が引き続き実施し、ふるさと田土文学館は、桑名市の直営となった。 2006年4月に、長島和獣図書館が開館すると同時に、図書館システムの統合が行われ、図書館利用カードの統合や、市内のどの図書館で借りた本でも、任意の図書館に返却できるようになった。2014年4月より、雑誌スポンサー制度を導入、同年10月には、図書館システムの更新が行われ、登録キーワードと一致する新着情報が、 自動的に電子メールで通知される SDI 図書館の蔵書を利用者個人の本棚に登録できるマイライブラリーサービスの提供を開始した。桑名市立図書館の2013年度の蔵書数は三重県内で5位であったが貸出冊数では2位に入った。日本全国でも2012年の統計では人口10から15万人の市区の中で貸出冊数10位と上位にある。 ただしその利用実績は中央図書館が圧倒し、多道文学館と長島和住図書館は同程度である。中央図書館桑名市立中央図書館は三重県桑名市中央町3丁目79番地の桑名メディアライブにある公立図書館。PFI を導入して桑名メディアライブ株式会社が運営にあたり、同社を構成する図書館流通センターが カウンター業務を担当している。日本で初めて PFI による建設・運営を行う図書館として日本全国から注目を集め IC タグによる蔵書管理、ク名ナと共同した地域資料の収集、ク名ナ図書館を使った調べる学習コンクールなど多彩に活動している。ふるさと多度文学館は三重県ク名ナ市多度町多度2丁目24番地1に ある、公立図書館。本と人、人と人との出会いの広場を運営目標に掲げ、すべての年代の人にとって使いやすい図書館を目指している。中央図書館とは異なり BFI は導入せず、桑名市による直接運営が行われている。多度町による運営が行われていた頃の正式名称は多度町立図書館で、 ふるさとたど文学館は愛称であったが、桑名市発足後は、ふるさとたど文学館が正式名称となった。施設は全日本写真連盟浜栗支部の写真展会場としてよく利用されている。1984年6月、旧、たど町立たど小学校の校舎を再利用し、たど町立図書館として開館した。三重県では1960年の、 磯部町立図書館の開館以来に完名の町村立図書館となった。建物は1933年に多度人城高等小学校として建設されたものを一部、移築したもので、郷土資料館が併設されていた。1994年度末の蔵書数は約1万5000冊でそのうち3分の1を児童書が占めていた。 当時の開館時間は9時から17時で、休館日は月曜日祝日、年末年始と増書の虫干し期間であった。またこの頃、多度町役場の隣接地に単独の新図書館を建設する計画が進行中で、新館建設に向けた郷土資料の収集を行っていた。そして、1996年10月、新しい多度町立図書館が開館し、 ふるさと多度文学館の愛称が付けられた。同時に多度大社付近に存在したと伝えられる三重塔が図書館の庭に建てられた。この三重塔は見陰石成で高さが約8.5メートルある。旧図書館の建物は予約者があった場合のみ開館する桑名市郷土館として農具や移植住関連の民族資料の展示施設として現存している。 2000年9月16日、東海4県の市民団体による町づくり交流フォーラム研究集会委員会の分科会として、円卓会議地域経営の戦略と仕組みが多度文学館で開催された。2008年9月には、前年に成去した多度町出身の児童文学者である北村賢治を偲ぶ企画展を開催し、北村の自筆原稿や写真などを公開した。 駐車場は53台分ある。長島和住図書館は、三重県桑名市長島町原辺ども337番地に、ある、公立図書館。新、桑名市発足後の2006年に複合施設、長島遊館の一角に開館し、暮らしの中に図書館を、を、運営目標に掲げている。中央図書館とは異なり BFI は導入せず、桑名市による、 直接運営が行われている。独自のコレクションとして在名古屋アメリカ、合衆国領時間、名古屋アメリカンセンターから寄贈された英語の絵本、などからなるアメリカンシェルフを保有する。図書館の設置構想は、旧長島町時代から計画されており、保育園などを含めた総合的福祉、文化施設の中に建設する方向で進められていた。そして新。 クワナシ発足直前の2004年10月に着工し、2005年12月に、竣工した。こうして完成した、長島遊館は、長島中部保育所、長島地域子育て支援センターなどからなる、子育てゾーン、長島和住図書館と、長島ふれあい学習館で構成される、生涯学習ゾーン、水橋テラスと、からくり時計で構成される、 地域フレあイゾーンの三つのゾーンを持つ複合施設となり、長島和住図書館はその中核施設として2006年4月に開館した。設計は日本設計、思考は三井住友、東洋特定建設工事共同企業体が担当し、総事業費は1 7 7 3百万円であった。2007年11月17日、長島遊館として公共の式最省の 環境色彩重線に選定され、2010年には複数の建築物を効率的、機能的に配置するとともに、田園地帯に溶け込むデザインとしたことや、予想を上回る利用がある点などが評価され、公共建築賞の優秀賞を受賞している。2009年10月に、環境絵本展を開催した。2016年9月8日より、東上野図書館、朝日ライブラリーに次いで、 県内で3番目に赤ちゃんタイムと称して乳幼児連れの親が来館しやすい時間を第2.4木曜日の10時から12時に設定した。駐車場は229台分ある。以下のカテゴリーでもこの記事を参照できます。ふるさと多度文学館に関するカテゴリー、長島は住図書館に関するカテゴリー、ありがとうございます。